こちらリュウナイトアラミンです。今日もですね、村井さんにドッキリ仕掛けちゃいましょう。ありがとうございます。今日仕掛けるドッキリなんですけども、はい、村井さんはね、危ないよ、この危ないというと危ない危ない。あの、村井さんってパソコンもよく使ってるじゃん。でもあれって、うん、いつハッキングされるか分かんないでしょ。それはそうです。サイバーテロですよ。でね、うん、いつハッキングされてもいいように、はい、俺らが先にハッキングしとこう。どういうことだよなんでそういう風になるの。違うんですよ、これは優しいドッキリで、はい、俺らがハッキングすることによって村井さん危機感を覚えちゃう、はい、ハッキングされないように頑張るじゃん頑張るって何だろう。結果ハッキングが防げる。いや、頑張ったところでさ、どうしようもないからサイバーテロになっちゃうよまあ、細かいことはいいんですよ。あ、いいですね、そうですね。というわけで今回のドッキリは、はい、上司の PC がハッキングされるドッキリですまあ、すげえ面白そうなんですけど、はい、そのハッキングっていうのはどういう風にやるんですか。さすがに僕らハッキングとかできないし、それ犯罪なんてダメです、はい、村井さんに動画を見せるんですよ、僕らのね、ドッキリ動画、はい、皆さんこれ見てくださいよっつって、うん、やっぱこのドッキリ面白いですよって見せますと、はいはい、でその動画が急になんかパパパパッつって CG ゴリゴリでハッキングされたみたいな映像が出てきたらさ、ハッキングされたと思うでしょ。もうもうもう、だから動画編集でそういう映像を作ってハッキングされたと思わせちゃう。おお、なるほどなるほど。ただでもあなたはやっぱねできないでしょ、言うて CG とか。それが簡単にできちゃうんですよ、はい、簡単にできちゃうだっていや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 、何これ。副長本当に簡単にできちゃう、うん、あのね、はい、フィモーラっていう動画編集ソフトがあって、はいはい、ダイヤのリンクからダウンロードできるんですけど、はい、そちらをね使えば、うんうん、CG ゴリゴリの、うん、あたかもハッキングされたとか、うん、そういうエフェクトをいっぱい使えて、はい、しかも簡単に動画編集ができるんですよ。すげえ。マジで動画編集やったことない人でも多分1時間でマジですげえ映像作れる。すげえ本当に。マジか、見てみて、うん、ちょっと早速見ましょう。はいはい、こちらがフィモーラなんですけども、はい、ここの下の部分に映像を置いて、でそのままエフェクトとかを重ねていくと、うんうん、でこれね、すげえ簡単なのが、はい、今ここ、はい、めちゃくちゃいっぱいエフェクトとかあるわけよ、はいはい、今これ何気ない普通の映像ですよ、はい、これをちょっとサイバーっぽい、これをサイバーっぽいインしていきます、はい、ここをクリックして、はい、これ引っ張ってくるだけで、うん、これ乗っけるじゃん、うん、ポン。皆さんこんにちは。ほらおらほら、他にも、はい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 、ほらゲーム見て、そう、うん、こういう映像があったりとか、はいはいはい、これもう乗っけるだけで、うん、ほら、はい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 、うんうんうん、こういうね、はい、テンプレートがいっぱいあるんですよ。なるほどなるほど、そういうことか。すげえ、めちゃくちゃ種類あるの。はい、あ、めちゃくちゃある。めちゃくちゃあるでしょ。こんぐらい簡単に、うん、こうエフェクトとかいろんなタイトルとかを使って編集ができるっていうね、うん、いや、これほんと簡単ですね。マジで簡単、置けばいいだけですもんね。そう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 、例えば YouTube やってみたいって方とか、はい、もうほんとにハリウッドの映画で使われるような VFX の素材から、うん、あの簡単なオープニングとかエンドロールとか YouTube で使えるような、そういうのまで全部入ってる。おお、めっちゃいいよこれ。便利。多分初心者の方、うん、その動画編集本当に入り込みづらいと思うんだけど、はい、このソフトならすごい簡単にできるんじゃないかなって思います。そうですね。でさっきのフィモーラを作って、はい、作りました。あ、なるほど。これリアルに1時間かかった時間、うんうんうん、1時間、うん、編集してる人なら分かると思うんですけど、はい、1時間でかなり凝った映像作るって結構むずい。むずいっすね。それができました。早いっすね、1時間は、はい、ご覧ください、はい、村井さんにはこの動画を見せます。見せるんですね、はい、はい、さあハッキングされるぞ。される。これフィモーラ作りましたから。すげえ。こっけ。あーあーあーあああ、やばい、犯された。はい、もう完全に抜き取られてますね、これ。抜き取られてますね。やばいやばいやばい。おぉ、オールデータインストール。やばい。え、止まった。うわぁ、マジ完全に侵入されましたよ。ああ、映画じゃん。
エフェクト、はい、1時間できました。え、すごくね。そんなに複雑なことしてないですこれ。リアルびっくりしてますフィモーラのソフトさえあれば何でも作れちゃうっていう。あ、すごいわこれは。俺がすごいっていうかマジでこのソフトがすごい。あ、そうだね、そうだよ。もう今ので欲しくなった方ぜひね、概要欄のリンクからダウンロードしてください。お願いします。すごいです、はい、本当に。ちょっとシミュレーションしてみましょうか。仕事、今日私は仕事するんだ、仕事が生きがいなんだ私は。村井さん、俺どうした、ちょっと俺らの動画見ましょうよ。リュウナ見よう、楽しいけどな。見よう、俺どっち楽しい、見ようぜ、見よう。おあ、いいなこれ。あ、牛しか、あ、落ちくるぞ、あ、くるぞくるぞ。これハッキングされてる。やめろ、やめろ、やめろ。あ、出てる、あ、出てる、出てる、私のパソコンデッドになっちゃった。私のパソコンがハッキングされたよ。あの危機管理能力が高まってる。ありがとう。皆様、概要欄のリンクからフィモーラーインストールしてください。というわけでこのドッキリ仕掛けていきましょう、さあ行くぞ。皆さん、はい、仕事中すいません。なんだ、先日撮ったドッキリ動画あるじゃない、ちょっとあれをみんなで見返したいなと思って、うん、この前ちょっと動画送ったじゃないですか、うん、データ、うん、あれちょっと一緒に見ません。いいっすよ、大切だ、うん、うん、振り返ることは重要、うん、大事っすよね、振り返り超大切。反省しましょう、自分は、うん、参ります。はい、それじゃあ、こんにちは、リョウダイトマイです。今日はですね、村井さんにドッキリ仕掛けちゃいました。ちょっとみんなで振り返らないとなんですけども、間違いない、レビューしよう。そうっすね、レビューしよう。すごい、本当だ、ちょっと違う、違う、本当だ、ちょっと違う、違う、こんなん全然わかんない、わかんない、わかんない、あ、あ、塗るぞ、あの時の塗るっていう感覚が。これ知らないですよ、俺。何これ、何これ、え、何これ、何これ、何これ、ちょっとかっこいいんだけど。え、何これ、あ、何、え、何これ、え、ハッキングスタート、ハッキングされてんじゃん、まあ、バカだ、え、やばいやばいやばい、え、めっちゃかっこいい、何これ、ちょっと待って、え、やばい、オールオールデータインストールな。やばっ、あ、あ、あ、落ちた、え、え、なにこれ、かっこいい、めっちゃかっこいい、どうなの、ビッシュ死んだ、マヤさん、ビッシュ、あー、バンク、あー、あー、ど、どうする、あ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 、これ村井さん、ドッキリですよ。いや、ドッキリだろうね今回のね、うん、まあ、これは実は僕が作った動画なんですよ。え、すごいじゃん、おー、すげー、めちゃめちゃクオリティ高いじゃん、すごいっしょ、超かっこよかった、かっこよかった。どれくらいかかったと思います、編集。わからん、どれくらいかかったかわかんない。これが4日、お、1週間、これなんと10日、1時間、おーい、それがドッキリだよ。嘘でしょ。こちらがあのさっき僕が作った編集のね、うん、タイムラインなんですけども、はい、これ編集やってる人なら分かると思うんですけど、意外とこれ重なってないんですよ、うん、あんだけいっぱいやってたら、うん、もっとぐちゃぐちゃしてるって思う。そうですね、あんだけいっぱいやってたらね、そうそう、確かにね、これだけなの、本当だ、でもほぼ全て、うん、テンプレートであれ作ってる、テンプレートを置くだけで、これでこれね、うん、すげえ、これ一回撮りますよ、ほら、これになる、こうじゃん、え、めっちゃすげえ、今の重ねるだけで、このブレが、え、すげえ、俺こんなんやりたかったんだよ、やりたい、私もこれやりたい、これね、フィルターがいっぱいあって、ブレとか、こういうのがいっぱいあるんですよ、ディレイとかで、こういうのかけると、こういう風に、うわ、すごい、テンプレートの中に文字とかもう自分でこう、書き加えれるってこと、そう、書き加えられます、で、この文字とか、はいはいはい、ここ
ほら、ここで文字入れる。すげえ。そうだ、自分の好きな文字入れれる。フォントも変えられるし、これ例えばこれ、え、やばっ。デフォでこういう風に簡単に、あ、え、めちゃめちゃすごいやん、マジで。そうそうそう、テロップだけでもめちゃくちゃ種類あるから、ほら、それ全部テロップの種類。うわ、すげえ。これテロップの種類全部、これだ、テロップ、テロップ、え、やばっ。テレビ番組みたいな、結構簡単にできちゃうじゃん。ね、そう。例えば面白いのだと、うん、村井さん仕事してるね、はい、そのドッキリよくある光景ですよ。よくある光景。これのコーヒーを爆発させてみようか。どうしようかな。じゃあこれちょっと使ってみようか。はい、これ置いて、うん、え、そう、これもう爆発のエフェクトだから、うん、これあとはもうこれをマジか、こういう風にして、うん、ちょっとちっちゃくしよう。コーヒーサイズね。ああ、なるほど。これで再生すると、すげえ、超簡単じゃないですか。一瞬もう置くだけ。例えばこの雲、村井さんの頭に雷落ちそう、はい、エフェクトを2つ重ねるとこうなるから、これ今雷が落ちてるじゃないですか。落ちてる。雷の位置をこう調整すれば、村井さんの脳天に、え、すごい、雷が落ちるみたいなことだ。え、そんな簡単に調整できるんだ、はい、これで、これ、うわー、ほんとだ。今ちょっと適当にこうやって並べただけですけど、うん、これで、おー、おー、ボボボーンとか、うわー、ほら、さらに、うわー、すげー、銃が撃たれてて、うわー、え、これ大爆発。おー、偶然設置したにしてはめちゃめちゃかっこいい組み合わせというか、そう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 、すごいハマってた世界が、そう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 、これがフィモーラでございます。フィモーラ、ぜひね、気になった方は概要欄のリンクからインストールしてみてください。もちろん動画編集ソフトとしてしっかり基本的な機能をバッチリ全部押さえてるんで、さらにもう初心者の方に分かりやすいように、うん、もう YouTube にチュートリアル動画があります。分かりやすい、すごい便利。このフィモーラ買ってもアップデートどんどんされてて、おお、そうそう、どんどん使いやすくなってるから、うん、でアップデートはちゃんと無料だから。え、すごいすごいすごい。 Windows、Mac 両方いけるんですか。いきます。素晴らしい。 VFX とかかっこいい編集したいけどそんな技術ないよっていう方、うんうん、もうこれ買っておけ。基本的にはそんな技術は誰にもないですね。今回僕が使った SF とか爆発っていうのは追加パックなんですよね、うん、はいはいはい、そういうエフェクトパックっていうのがいっぱいあって、はい、どんどんコンテンツいっぱいあるんですよ、うん、詳しくはもう概要欄にリンクあるからそこで見てほしい。もうこんなことできんのって思うから、はい、はい、すごい。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画良かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。はい、ぜひフィモーラダウンロードしてみてください、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。